こんにちは、市役所です。まず前半は近江商人博物館にやってきました。こちらで開催中の商家に伝わるひな人形巡りについて近江商人博物館の上平さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はどのような企画展なのか教えてください。はい、じゃあでは中へどうぞ。はい、今回は東近江市の商家のおひな様とともに今年東近江市ゆかりの方からご寄贈いただきました手作りされた市松人形の小さな着物とか創作人形そして細工物なんかをの作品も一緒に展示をしています。なるほど。展示室の中本当にいろんなおひな様がいらっしゃってとっても華やかですよね。 ありがとうございます。ここでは江戸、明治、大正、昭和初期の各時代の商家のおひな様11セットと東近江市の郷土玩具の小畑人形をはじめ各地の郷土玩具のおひな様を一堂に紹介しています。はい、この部屋一部屋で、さまざまなおひな様を見比べられるということがこの展示の魅力の一つになっています。なるほど、とっても贅沢な展示ですよね。ではその中でも見どころをいくつか教えてください。はい、ではこちらのひな飾りをご覧ください。はい、これは明治40年頃のおひな様です。で、京都の老舗人形店丸平大木平蔵製のもので小ぶりですけれどもとても繊細に作られています。はい、明治のおひな様なんですね。とっても品の良い綺麗なお顔をされていますよね。はい、そしてこちらの五人囃子今のものと少し違って変わってますね。そうですね、この三人官女とか五人囃子っていうものはですね大理比奈以外のこういった人形が登場したのは江戸時代の後期だと言われています。はい、五人囃子は、普通はですねこの、お太鼓とか笛太鼓ですねなんかのお囃子を奏でる能楽の人形が多いんですけれども、はい、これは小とか火炎太鼓といった雅楽の楽人さんになっています。なるほど。京都では、お公家さんに親しまれていた雅楽っていうものも好まれたようです。とてもみやびやかですね。上平さん、こちらの人形も可愛らしいですね。はい、この江戸時代の書物にですねこのひな祭りの時に女の子がこのような市松人形で遊んでいることが描かれているものがあります。はい、でおひな祭りに市松人形で遊ぶというのは子育てとか、夫婦が仲良くするというようなそういった気持ちを育むのに役立つというふうに書かれています。なるほど、お子さんの成長も見守っていたんですね。そうですね。そして小さな着物もありますがこれは何ですか？はい、これは、今年101歳になられる藤井しま子さんから寄贈していただいたものです。はい、この藤井しま子さんは市内で長らく中学校の家庭科の先生をされていて昭和46年に教職を定年退職されました。はい、その後こういった市松人形の小さな着物を作られるようになりました。これらの着物の多くはご自分の思い出の着物を小さな着物にと作り直されたものです。こちらのザクロの着物は、島子さんが初めて自分のために作られた記念すべき小さな着物です。はい、お嫁入りの時にお母さんが持たせてくれた思い出深いものというふうにおっしゃっておられました。はい、他にですね若い頃の散歩着であったり、お母さんの着物の帯、あるいは娘さんが子供の頃に着ていた着物なんかを思い出を小さな着物に込めて丁寧に再生されてきました。素敵ですね。約10年前ですね当館で島子さんの作品展をさせていただいたことがご縁がありまして、はい、今回ご寄贈いただきましたのでこのような形でご披露をさせていただいております。なるほど。最近は着物を着る機会が少なくなったという方もたくさんいらっしゃいますがこのような形で残せると本当にいいですよね。ねえ。では上平さん最後に会期などを教えてください。はい、会期は3月21日木曜日までです。周辺の近江商人屋敷や官報館などと一緒におひな様を展示しています。
年に一度の近江商人の里のひな祭りですので、ぜひこの機会にお楽しみください。はい、ぜひお越しいただきたいと思います。上平さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。